なんだなんだ。なんだこれ。攻撃してるね。あ、また攻撃した。でも両下ほどの力はないね。おはようございます。生ハゲファミリーの中地です。本日はですね、12月19日日曜日、雪山に雪遊びに行きたいと思います。到着しました。富士天です。日陰にはちょっと雪が残ってます。え、トイレさせる？トイレさせる？あ、そう。おお、やっとるね。一人借りる？一個。今日はですね、まだスキースノーボードゲレンデがオープンできてない状態ですので、一人だけになります。はい。昨日はやってなかったんですよね。やってないです。今日からです。やっと雪が待ってて、ね、いや、よかったっすよ。なんか金曜日、ネットで見たら全然雪なくて、もうダメだなと思ってたんですけど。昨日とかは本当に一日通してずっと寒かったので、あ、なので、で、夜中中もやっと負けて、ギリギリ。大人が2人、4人入ります。で、トリ1台ください。はい。はい。どこ、ここ？どこ、真ん中。どこ、真ん中。はい。ここがいい。あ、そこがいい。はい、ゆず。よし。はい、行くよ。あ、進まない。重い。3人重い。何に近かった？よいしょ。はい。もう一回やる。はい。あ、もう乾いてるでしょ。あの丸天が、あのかき揚げのとこで。
なんか何もあるみたいな感じなの。テーブルなの？座敷なの？いや、テーブルのはず。ここ？無理だな、この人数。え？この人数は無理だな。テーブルが2つになる。そして満席。千本市。行きますよ。子供入れるところじゃないと。なんかこっちだったら。ガチャガチャあるってことはちょっと優しいんじゃない？ちょっとね、子供向けにしてる。なんかごちゃついてること、わかんないけど、こういうのが可愛いのか。ごちゃついてる沼津ってこういうとこなの。ようこそラブライブサンシャイン。そう、美味しい。全部甘い、全部甘い。あのちょっと酸味があるとかっていうのがない。はい、美味しい。うん、うん、美味しい。練乳ついてるとこかじっちゃうの。イラッとすんだ。練乳食べ放題の方が嬉しい。ユースを見てみる。あのちょこっとしかつけないでさ、小平くんのカードすげえ食ってる。押し込んでるんだけど、もう押し込めなくて。ほら、こうやってさ、うん、こうやって2個取れて。はい、リンゴ好きだもんね。リンゴじゃない、イチゴか。まだ食ってる。いうことで